こちろです。津上くんです。津上幸野です。なんか話したいことありませんかっていうことで、この間挙げられてた動画でトイロの演奏会のことがあって、いろいろ演出とかパンフレットも2冊あったりとか、いろんな工夫があって、でそれやっぱりいいよねっていう話があって、うん、でまあ似たようなことは結構考えることが結構あるんですけど、でなんかそれで思ったのが、うん、音楽っていうのは果たしてどこにあるんだっていう話だなって思ったんですよ。それって結局だから、その例えば西洋みたいにその作曲者の頭の中にあるんだって思ったら、楽譜が大事なわけですよね。作曲者はいつか死んじゃうので、うん、でその楽譜を頼りにアクセスするということが大事になると思いますし、で例えばトイロみたいなその工夫の余地っていうのは、どっちかっていうと聴く人の中に音楽っていうのがある、うん、現象として起きるから、それをどうしようって話だと思うんですよね、うん、要するにその邦楽のことをよく知ってる人っていうのは、自分の中にこう聴く土壌みたいなのを持っていて、ここを聴こうみたいな聴きどころとかはそれぞれあるんですよね。それで演奏会にやってきて、まあ聴きますと、うん、でそういう人たちに特化してる形っていうのが、いわゆるそのコンサートリサイタルみたいなスタイルで、うん、まあ、しゃべりとかないし、うん、他の聴きに来た人との関わりっていうのもない、うん、で純粋に音楽だけを提供されて、それを自分が楽しむっていうことだと思うんですけど、ただそれを考えると、どうしても人によってどのぐらいそういう土壌みたいなものがあるかっていうのは変わっちゃうじゃないですか、うん、だからそういうのをある意味テーマをつけたりとか演出を使ったりとか、うん、まあ、パンフレットも、まあ、そういうクロート向けのやつじゃなくて、初めて聞くんだけどどうやって聞いたらいいのみたいな方向けに、すごくこう工夫されたものを用意するっていうことで、なんかいろんな楽しみ方も提供するし、勉強してやってきてねっていうことじゃなくて、うん、初めて来ていただいてもちゃんと楽しんでもらえるようにっていう、そういう工夫だと思うんですよ、うん、それがやっぱり聴く人の頭の中っていうか、まあ聴く人の中に音楽があるっていう、うん、その体験みたいなものに、うん、フォーカスしてるから、そういう発想になってくると思うんですね。でまあ、あとその言えば、例えば邦楽っていうのは結構そのつながってるってことがやっぱ結構大事ですよね。つながってる、ちゃんと習ってるってことが大事だったりとか、あ、まあ、単純に独学でいい演奏をする人、例えば尺八っていう楽器を一切習わないで独学で自分の曲作っていい演奏をする人、これはまあ言っても別にいいんだとは思うんですけど、うん、基本的にある曲を演奏する場合はちゃんと習ってやりましょうね。この流れっていうのが結構大事にされてると思うんですね。その仮に全然聞いたことない人が聞いていい演奏だねって言っても、古典曲を、まあ、あんまりこう自分勝手に料理してしまうみたいなことって、まあちょっと良しとされてない部分もあると思うんですよ。そうね、一回分かった上でやりましょうねっていうのは了解だと思うんですね。それはなんか最初の話とどういうふうに結びついてるか。でそうするとその、うん、こういうこう音楽が世代ごとにこうやってつながって、この流れの中に音楽っていうものの本質があるみたいな発想なんじゃないかと思うんですよね。出てる音自体だけじゃなくて、前の世代とのつながり、そうね、そういう考え方もあるかもしれない、はい、なので結構音楽の一番大事なところってどこなんだろうって考えると、いろんなことが考えられるし、うん、でそういういろんな考え方のどれを取るかで、例えば演奏会の形とか、うん、まあ、そもそも演奏会っていうものと違うものになるかもしれないですけど、うん、なんかそのどういう形で音楽っていうのを提示するのかで受け取ってもらうのかっていうのはかなり変わってくるなと思って、うん、だから結局そのそういうところでいろいろ今出てきてる、うん、で今までもいろいろ実はあったし、なんか見直してみると面白いんじゃないかなと思うんです。ちょっと私の思ってることを言ってもいいですか。はい、お願いします。まあ多分同じことを言うかもしれないんだけど、その最初に言ってた音楽がどこにあるかっていう話について聞かれたら、僕は
どこかにはあるんだけど、どこにあるとかじゃなくて、空中にファッて現れては消えていて、こう全部のものの中間にあると思う場所は。つまり、まあ、だいたい、まあ、まあクラシック音楽みたいなもののとりあえず話をしますけど、はい、広く日本の古典も含めて、つまり楽譜があって、楽器があって、演奏者がいて、プラス聴く人がいるっていうことを想定していったときに、その中間にあると思う。まあ、聴く人はどうかな、楽譜楽器演奏者がまあ最低の3要素だと思うから。あ、それは面白い話なんだけど、またちょっと別の機会にするとして、つまりその中間、楽譜が音楽でもないし、楽器が音楽でもないし、演奏する人が音楽でもない、その中間のところに音楽っていうのがあって、それを聴く人は どういう道具を使って掴むかというか、それは演奏者もなんだけど、それこう、その真ん中にある音楽のところにどうやって泳いでたどり着くかみたいなのも、別に泳がなくてもいいんだけど、たどり着くかっていうか、たどり着けないんだけど、たどり着いた気持ちになったりならなかったりしながら演奏っていうのは進んでいって終わると思う。でも多分それはなんか言い方の違いであって、私はそう思ってて、要は津上くんが言ってるのは、僕の言い方で言うと、そのこう現れては消える音楽っていうものをどうやってこう掴むかっていう話だと思うんですよ。どういう道具を使って、で、それをは、さっきも津上くんの言ったことにほとんど同意してきて、そうです。まあ、ちょっと、僕、まあ今のでもね、別に反対っていう意味じゃなくて、やっぱり聞く人っていうのは入れて考えた方がいいのかな。思うんですけど、そう、それはね、ちょっとそこについては思って、基本的には聴く人がいるし、現代のほとんどの音楽家は聴く人っていうのをいる前提で話をしてるんだけど、本当に尺八っていうことに限って言うと、成り立ちとしてそこが考慮されてないっていう面があってっていう話は以前にして、僕は逆に自分が演奏もしてるし、自分も聴くか聴く人っていう。ああ、そういうこと？ああ、だからそれはもちろんそうだと思う。はい、考え。ああ、そうか。まあ自分、最低一人自分っていう聴く人がいるんだったら、まあそうだね。だから自分が聞こえないけど、音を出してるっていう状況は、あんまり僕は考えられ、今のところ考えられないというか、聞いたことないなと。はいはいはい。そう。それはそうかも、そうだと思います。なんか思ってたのは、結構、そうですね。演奏会みたいなものとか、まあ、そういう鑑賞の形式みたいなことを考えた時に、こういう人が聞くよねっていうのが、想定が結構今と昔で違うと思うんですよ。そうかもね。そもそもやっぱりじゃあ、江戸時代を考えたら、まあ、日本に住んでる人が聞くものだったと思うんですよ、尺八の音楽、基本的に。間違いないね。でまあ、だし、その、それ、明治以降も結構そういう状況が続いてきて、で、まあもちろん外国の方で聞かれる方とか演奏される人も出てきたから変わってきたと思うんですけど、で、さらに、その日本人とか、例えばいう中で考えた時にも、尺八を聞く人と聞かない人って多分ばっきり分かれてたと思うんですね。みんなが聞くようになったのは、例えばそのラジオ放送なりテレビなり、いろんなことで尺八っていうものが例えば入ってきたとか、そういうふうな時代以降の話だし、で、そのじゃあ演奏会やりますって言って、尺八を初めて聞きますとか、そのいや別に全然好きでも何でもないんだけど、っていう人ってあんまり例えばリサイタルの聴衆として想定しないと思うんですよ。今でもしてないと思います。僕もね、してない。してないですよね。そうそうそう。だけど、例えばこの間のトイレみたいな演奏会っていうのは、そうじゃない人を、来てほしいっていうことで始まったっていうふうに聞いていて、まあ、そういうのって結構、まあ、大事なのかなと。
思ったりします、うん、でそれを考えた時に結局演奏会っていう今までのスタイルと違うアプローチをしないと、うん、あの厳しいよねっていうことがあって、でそれを考えた時に音楽っていうのがその聴いてる人の中で起こる現象って考えると、そもそもそのどういう人が来るかによって全部変わっちゃうんですよね。で自分たちがコミットできるところっていうのは全体の本当に一部でしかなくて、でもそれをできるだけ増やしていこうっていうのが、まあ、演出だったりいろんなことを、入れていくっていうことだと思うんですけど、で逆に言えばこの YouTube っていう環境も、まあ、どういうふうに聞いてもらうかっていうのは我々はこう動画自体は提案してるというかその提供してるけど、じゃあどんな部屋でどういう人がどういうものを今まで聞いてきて何が好きで、でどういう再生媒体で聞いてるかとかで、何だったらどういう再生速度で聞いてるかも我々は感知できないわけですよ。で言うとやっぱり聞いてくれる方の体験の中、体験ってものを作ってるところ中心に我々確かにいるんだけど、でもその形とか色とかなんとかみたいなことをそういうのを考えた時になんかこうかなりいろんなところを相手に任せちゃってると思うんですよね。そうだね。だからなんか我々は提供するし提案するけど、でも結構その相手にすごく依存している、相手がどういう感じで聞いてくれるのか、どういう環境を作るのかによって全然変わっちゃうよねっていうことを、あんまり意識してないと思うんですよ。そうね。なんか僕の感覚で言うと、はい、それこそさっきの話じゃないけど、まあ演奏者であり聴く人としての自分がいるって話をしたされてたじゃないですか、はいはいはい、だから自分が聴いて自分が聞いてよければっていうか、第一の観客である自分に向けてまずやってるっていう感じですよね。あの、はいはい、少なくともリサイタルとかは。そうですね。で、それを別に他の人がどう受け取ろうが、知ったっちゃないとまでは言わないけど、別にっていうぐらいの感じですよ。私的には。なるほど、なるほど。うん、でも、だから、それはそういうものだからさ、そういう時はそうだけど、うんうん、それとは全然違うアプローチで、みんなに聞いてもらうっていうのはもちろん あっていいし、あった方がいいと思うけどね。だ結構その、うん、なんていうんですかね、すごく多様な人が簡単に聞けるプラットフォームができたじゃないですか、うん、YouTube にしろ、うん、何にしろ。うん、アップルのあれにしろ、だからなんかそういう中で考えるときに結構自分と全く違う視点で、うん、全く違う耳で聞く人っていうのが常にめっちゃいるわけですよね、うん、でだからまあそれはそれでも相手に任せちゃって、とにかく自分は自分のいいと思うのをやりますっていうのも一つ誠実な方法だと思いますし、逆になんかそのどう聞いていいか分かんないんだよねみたいな人も多分発生するから、うん、それを、まあ、アプローチしていくっていう、うん、なんかそっちも、まあ、両方あっていいと思うんですけど、うん、まあ、なんか何か言いたかったのは、結構その音楽っていうことを考えるときに、うん、やっぱり曲とか音とか、うん、まあ、そういうところがメインに割と考えられる文化っていうのも古くからあるから、うん、なんかそれだけじゃなくてやっぱりこう聞く人の中で何が起きるのかっていう視点って今後結構必要なんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあそのどういうアプローチをするにせよそれは想定しながらやった方がいいのかなっていうのを最近感じたのでっていう話でした。だからさ、自分今クラシック音楽の話をしてってさっき言ったけど、ポップスとかを作る、自分で作るとかそういう話だったらその伝わりやすいように作れるわけよ、うん、でもそのクラシックをやる以上楽譜はあってこの通りにやるっていう大前提があるからそういう話になってると思うのね、うん、あ、そうですね、うん、音楽の性質、そうそうそう、だからそのもう決まっていることをどう伝えるっていうのはなんか私の中では違うんだけど、その人にとってで
こう、なんていうのかな、なんかこう道具を渡すっていうかさ、その、うん、何かこうその未知のさ物体に対してこう叩くなり切るなりなんかする道具を渡すっていう感覚です。私的には。なるほど。それはあってもいい。ってかそれこそトイレの時に思ったのはそういうことだったかな。なんか、はいはい、あれも全部全曲ね、楽クラシック音楽だし、ね、広い意味での、うん、演奏は演奏としてその伝わりやすい演奏にしようって彼女たちは多分思ってないんですよ。あ、それは思ってないです、ね、うん、多分演奏聴いても思ってないことは明らかなんですけど、うんうん、それはそうですね。でもだからこそそういうアプローチが生じるのかなっていう。そう、うん、だからでしょ、尺八のとか音楽とか古典音楽の魅力を伝える、だからそれがとりわけ分かりづらいところにあったりするから、うん、なんかこう自然と尺八の、うん、まあ、古典的な音楽を聴くようなこうマインドになってくれる空間だとすごい多分スッと入ってくるんですよね。とかそういう、なるほどね、そう、そうかもね。でリサイタルとかはもうみんなそれを聴きに来てるから、間違いない、そりゃそうだ。まあコンサートホール自体が尺八音楽を聴くマインドにしてくれる場所かどうかはともかくとして、うん、もうみんなそこにその耳で集まってるっていうことですよね、うん。だし、なんかその例えば、まあ、和室とかやっぱり結構合うなとか思ったりするんですけど、うん、そういうとこだったりとか、まあなんなら山の中とかもいいのかもしれないけど、例えばなんかそういう場所でなんかそのそういう耳で来たわけじゃないけど、そういう環境によってそういう体制に自分がなるよみたいなところでやるとやっぱスッと染み込んできますよね、うん、そうじゃないとちょっと厳しい部分もある。環境とかなんかこうね引っかかるものですよね、はいはい、そのランニングしながら聞いたって言ってもよく分かんないですね。そういうことでしょ、でも。そうですね。ちょっと厳しい。そうそう、だから、そう、だからそういうことは考えて、我々の側から提案していかないといけないというか、そういう時代ですねっていうことですよね、締めとしては。そうですね。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。演奏だけでもね、大変だから、大変なんだけど、うん、それはやった方がより良いということです。そうですね。はい。はい、ということだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。お願いします。